ご覧の皆さん、こんにちは。浅見山です。いや、今日はですね、 DMM アダルトアワード2015のお知らせをしに、トスポさんにやってきたわけなんですけれども、まあ最近の私の状況といいますか、近況報告なんかをできればいいかなと思ってます。最近は去年の12月に発売されました S1 さんから出ているプレミアムボックス、これ48時間もある DVD になるんですけれども、その発売イベントで全国いろんなところ回っておりまして、もう残すところあとはもうプレミアムイベントというものだけになっているんですが、まあこうそういう DVD イベントとかもすごい自分としては久しぶりだったりとかもしたので、こういろんな土地に行っていろんなファンの方とお会いしてっていうのが本当に楽しい時間でして、まあ、終わるにつれて、ああもうすごいちょっと寂しいななんて思いながら、まあ、最後プレミアムボックスイベントプレミアムイベントでこう弾けて最後まで楽しめたらいいなと思っています。ここで、そうなんです、今実は楽曲制作をしておりまして、なんと CD が発売することが決まりました。いやー、もう本当に自分としてはもう8年前に実は1枚目の CD を出しているんですが、今回はもう本格的にといいますか、自分もその楽曲制作にすごい携わっていまして、もう納得のいくまでこう作品を作り上げてきている、まあ今段階ではあるんですけれども、発売も5月の20日と予定しております。いやー、もう本当にまだ実感がないといいますか、こんなにありがたいことでびっくりしているんですけれども、たくさんの人に届けられるよう頑張っていきたいと思ってますので、ぜひ5月20日も楽しみにお待ちいただければと思います。そんなわけで、DMM アダルトアワードもありますし、今年はデビューして10年目の年になるので、皆さんと一緒に楽しく盛り上げていけたらいいなと思っています。これからも応援よろしくお願いします。浅見山でした。見てくださってありがとうございます。